それでは今日の試合を振り返ります。まず第1マッチは木下マイスター東京は田添健太、大島優也のペア、対します琉球アスリートはチャン・ホンジェ、福原愛さんのご主人です。そしてチャン・カズヒロ、中国出身の青森山田高校出身ベテラン33歳のチャンと、そして29歳のジャンのね、ベテランコンビが味のある卓球を見せてくれました。そうですね、チャン選手のプレーが光りましたね。はい、まあ、ダブルスを得意とする田添健太と大島優也をね、破ってここで勢いに乗りましたね。はい、そして第2マッチには世界ランキング4位の張本智和登場、そしてアリノブタイム、ワールドランキングは289位ですが、いや本当に張本に対して真っ向勝負できましたね。はい、特にアリノブ選手のフォアハンドはですね、前陣でありながらですね、左足をしっかり踏み込んでですね、もう全体重ボールにかけましたよね。さすがに張本選手もそれ返せなかったですよね。そして今のそのサーブから工夫して相手を崩して、張本のペースをつかまらないように、つかませないようにしていったアリノブ。アリノブがゲームカウント3対1で張本を破って、まあ、前半第1第2マッチで2マッチリードで第3マッチ、台湾のエースチュアン・チー・ユアンと、そして中国出身カナダ国籍の新加入選手ホウ・エイチョウとの戦い、まあ、カットマンのホウ・エイチョウに対してこれも、はい、まあ、本当にベテラン同士の戦い、見応えありましたね。そうですね、もともとチュアン選手はカット打ちの名人ですからね、はい、なかなか取りこぼさないですよね。もう一番やっぱりすごいのはミスをしないですよね。37歳のチュアン・チー・ユアンが38歳のホウ・エイチョウを破りました。そして第4マッチ、台湾のチェン・チェンアンと第1マッチダブルスも登場した大島優也との戦いでした。まあ、これも本当にゲームカウント3対1とはなりましたけども、はい、高島さん、はい、大島にも、はい、このマッチ取るチャンスは何度もありましたね。ありましたね、はい、やはり後半チェン選手 のフォアハンドは全部大島のバックに来ましたよね、はい、バックを封じられましたのでね、厳しかったと思いますね。まあ、ご覧のように第4マッチ大島をチェン・チェンアンが破ってチームマッチカウント4対0で琉球アスティーダが勝ちました。これでご覧のような順位は変わりませんけども、琉球アスティーダ3位。